記憶らは僕らがですねウィザー討伐するための決戦場を作りました。まあ決戦場本当は作んなくていいんだけど、言ったらさパート100を飾るね、ウィザー討伐なんで、作ったんですけども、今回の動画ではウィザーをぶっ倒していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは。なぜか雨がすごいなんか降ってきますけど急遽です。そしてあーよずです。大原です。ということで皆さん、この記憶ら、僕未だに忘れません。11月15日からアップし始めて、なんとこの記憶ら第100回になりました。ありがとうございます。いやまさかここまで来るとはね。いやそうだね、だって俺最初にあれどうしたの、いやちゃんとパート100だからちゃんと清掃になろうかなって。いやいやいいでしょ、だから成長を見せたいでしょなんなら。でこのパート100なんですけども、はい、今回あのね僕らがねあの普段の記憶らで作ったらあのピラミッドがあるんですけど、ピラミッドの一番上にね、はいはい、ビーコンを乗せたいというところでウィザー討伐ついに来ましたね思いますね。マジか。いやなんかパート100だよ。ほらどうする、どうする、どうする、え、パート100、俺だって最初パート1上げた瞬間さ、うん、パート5ぐらいで終わると予想みたいな。めっちゃ書かれてたからね。もうそのお20倍のねパート100まで来たわけですから。いやそうですよ、20倍あるってます。ということでパート100記念、終わるパートにいきますか。はい、わかりました。まずは、まあ、飛び込むだけでいいんですよ。まあそうね、いきますパチン。ふう、これでヒューって落ちたらマジでマジで積む、あのマジの積むやつ、俺ら無言になるやつやね。もう俺そのままディスコード切って帰るか。さあやってきました。でですね、前回の動画で僕らね、はい、こちらです。ここにね玉座っていうのかな、王座っていうのをいかついな、普通に普通にいいのも作ったね。俺らいいもん作ったね。そうさ、でちなみに召喚方法なんだけど、このソウルサンドが必要なんだっけ。そう、ソウルサンドが4つとウィザスケの頭が3つ。怖っ。これをじゃあやってみていいですか。まず、はい、まず1個置きます、ここに置きます。でこうやってこうやってこうやると。そうだね。あ、てかちょっと待って、うん、ギョギョギョ、はい、あ、怒ってる。どうした。いや、その背中についてるもん返してもらおうか。背中確かにこれはねちょっと危ないから、じゃあエンダーチェストちょっと出して、ちょっとじゃあここにちょっと納品しておきます。はい、いやそれもそれ、いやそれ俺使えんから。あ、え、使うの今。いやいや、しまうんだよ、俺のエリトラを返却してもらうんだよ。なるほどね、はい、どうぞ。ありがとうございました。だろまあ、僕ね、一応ダイヤの装備つけといて。い危ない危ない、このままなんかね渡してた俺、ね、またこれ消えるんじゃねえかって。でもさ、俺がもしさどうする、吹っ飛ばされてさ地面にさ、もうギリエリトラのおかげで助かったみたいなこと起きるかもしんないよ。いや自分のエリトラ使いなさいよ。あ、確かに、そっか。そっか、それいいね。そういうことだ、それいい、それ妙案だね、妙案。じゃあ行きますよ実際に。じゃあもう、俺初めてなんだけど、大丈夫かよ、壊したよ壊したよ。え、なんか、まあ、シャベルとかいらないか。弓矢と剣だけあればいいかな。まあ、そうだね。うわ、怖っ。OK です。はい、エンダーテスト OK です。はい、点検します。怖っ。え、これ今回ね、やるんすか。キヨキヨさんが、まあ、初めて戦うということですので、うんうんうん。まあ、僕は、なるべく、まあ、防寒に徹しようかなとは考えてるのよ。なるほどね。ちょっと、補助はちゅうしてよ。なんか、なんかしらのさ。焼き鳥渡しに行くわ。それはね、ありがたい。それはありがたい。いきますよ。はい。え、これをここに置くだけで置いた瞬間出んの。あ、じゃあ、ちょっと待って、サムネ映えするように俺が置こうか、最後。はい、じゃあ、お願いします。え、もうこれ、さあ、すんの、さあ、すんの、くんの、出んの、出んの。せっかくだから、頭の向きも逆にしよう。確かに、え、怖っ。え、どういう感じのが出るのかも知らないんだけど、俺。多分、見たこともないもんね。見たこともない。そう、エンダードラゴンしか見たことない、そういうボス系。じゃあ、これでもう、はい、いつでも。え、置いた瞬間パンって出んの。置いた瞬間出てくるよ。え、怖っ。じゃあ、お願いします。お願いします。せーの、せーの、よいしょ。ああ、え、なにこれ。こいつです。こいつがウィザーです。こいつがウィザー、この顔3体あるやつ。そう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 。ピコピコしてる。なんでピコピコしてんの今ね。ナウローディ。あ、玉座。あ、玉座、玉座。
パン。そう、てな感じで、あんな感じのやつがね、出てくるんですよ。ウィザー来た。あ、いたなんかボンボンボンってバカしてるやつ。あいつがウィザー。てかちょっと待って、このさ、こいつか、このさ、エンダー、待って、俺やばい、ちょっと待って、エンダーマンに殺害される。あ、普通に殺害された。あ、よかった、よかった、ここで寝といてよかった、マジで。あ、寝といてよかった、マジで。危な、え、待って、これ爆発ってある、ウィザーって。あー、あるある、あいつが飛ばしてくる弾がね、爆発する。ちょっと待って、それでワンチャンアイテム消えるみたいな、そういう感じある。あ、待って、ちょっとそれは。それやばい。でもただ大丈夫か、まあ、今。このね、俺ね、エンダーマンちょっとやばいっすね。エンダーマン、まず、どうにかしないと。いや、気をつけて、ウィザー自動回復するからね。エンダーマン。帰ってきましたが。あ、いるな。あ、足がない。あ、足はどこ行ったの？嘘。足消えた？足消えたんじゃない？どっかに。やばい。落ちてなきゃ、消えたかな。消えたな、ちょっと戦いますもん、そしたら。基本的にはやっぱ弓が強いの。最初は弓。最初は弓か。弓で、あいつ飛んでるからね。弓でしか攻撃できないよ。どこだ、出てこい。あ、痛い。これ、エンダーマンめっちゃ攻撃してんじゃん。そう、あいつ全員敵だからもう。生物を全部攻撃してくる。はい、マジか。うわ、こんな動きするやついんの、マイクラに。もうあいつだけね、もう裏ボスですよ、ね、マイクラ界に。意味は、これ当たんな。あいつステップ、痛い。あ、出た。これ黒くなるやつ。あ、そう。ウィザースケなんだ。名前の通りウィザーですから。ちょっと、はい、特殊な戦い方になるけど、はい、エリトラで空飛びながら矢で撃つ手もある。おー、なるほど。まあ、メリットは、うん、相手の攻撃をほとんど食らわなくなる。さあ、やってきたぞ。よし。行くぞ。あいつどこ行った？どこだ？あ、いた。いた？え、これ。これ速度やべえな。偏差打ちとか言って前さ、エンドランの時言ってたけどさ、はい、結構近めから打った方がいいか、弓矢でも。まあ当たればいい感はあるけど、あいつ動き早いんだよね。くらえ。あ、でも食らってるよ。オッケー、当たった。初めて当たった。おー、初めて。結構近め、結構近めで、近めで打ちまくる。やべ、エンドマンに喧嘩っちゃった。やばそう、やめて。痛い。一回これで、俺どうなってんだ今。どうなってんだ。爆発。どうなってんだ。爆発。ああ、ウィザーにやられた。くそ。あ、これが、え、待って、爆発ってことは、待って、俺やばい。あ、でもウィザーの爆発は大丈夫してたんだよね。アイテム消えない？あん、消えなかった記憶あるけど、わかんない。うろ覚えだからなんか消えるかも。消えてたらやばいって。パッと見ね、消えてないよ。あ、でもウィザー結構削れてんな。いやね、ウィザーはね、あいつ自動回復するからね。え、マジ？長期戦するとあいつ有利になるんですよ。ライフゲージ見てみ。え、本当だ。マジじゃん。結構モリモリ回復するんだよ。ただエンドで戦うメリットなんだけど、はい。ターゲットはエンダーマン勝手に拾ってくれるから。確かに。流れ玉も来る可能性あるけど、意外と安全だったりするんだよ。確かに。うわ、くそ。あ、でも結構ダメージ入るな。嘘。光びた。光びた。ウィザーになった。なるほど。うわ、でもめっちゃ回復する。そうなんだよ。ってことはもうマックス引いた弓矢をもう連続で何発をパンパン当てればいいってことか。こう何発か当てて、まあそれこそ俺が最初言った後飛びながら戦うっていう手もいて。ちょっと一回飛びながら戦ってみようかな。物がない。あ、え、ない。消えた。ない。え、全部ない。いや、あ、半分しかない。おお、拾った。いや、何も拾ってないです。終わった。あ、やっぱ消えるんだ。終わった。普通に消えた。普通の爆発界でしたね。え、それで言うと弓矢も消えんの？ああ、多分爆破に触れたら消えそうな雰囲気はある。急戦闘不能。え、全部消えた。マジ？ちょっと待って。マジっす。本当になんもない。え、本当に俺ここで死んだんだよね。それ待って、いや、一つの望みとしてここじゃなかった説、前の取りこぼしを放置してた説と信じたい。いや、でも俺の記憶そこで死んだけどな。最悪俺30分間ウィザーと待機してるから、その間に装備それでくれててもできるよ。待って、休暇さん、はい、これあげるわ、俺の道具、防具入れ。あざす。
それ爆発するよねワンちゃん。まあ別に爆発されるから気をつけてね。え、俺本当に全部なくなったの？あ、多分消えたんじゃないかな。こんな苦しい戦いなのか、ウィザー舐めてたわ。エンダードラゴンと同じノリでいけると思ったでしょ。そう、本当にダイヤモンドの剣をね、あのね、シュルカーボックスというかあのエンドで拾ったのよ。ああ、あのシップで、はいはいはい。え、剣でいけんのこれ？ま、エリトラで飛びながらだったらエリトラも綺麗に。マジか、マジや、マジなんすよ。俺取りこぼし施設ない。ちょ、俺取りこぼし施設をちょっと提唱してる。うわ、取りこぼしてるか。取りこぼしてないじゃないか。これしんど。これ清清さんの全財産が吹き飛んだ。俺の全、まあでも斧とシャベルだけある。ああ、そっか、預けてたもん。あのエンダー、そう、エンダーです。じゃあ分かった。いや、俺弓矢。いて、これ爆弾か。爆弾。いて、大丈夫か。今度は俺ちゃんと拾おう。いて。そしてこいつらにも追われてる。いない。忙しいよ俺一番。よし、いた。いやちょっときつい。大丈夫か。終わる。ギョギョさん、アイテムを拾う、そう。死んだ瞬間にそこ爆弾三昧で、多分流れ弾で消されてる説っていう。そういうことか。モールさん、俺の拾ったやつある。ちょっと待って。向かうわ。剣とかもない。剣は拾ってないな。マジ？え、消えた？多分消えたな。えぐ。え、俺パンしかないっすよ。俺パンしかない。この男パンしかないわ。ウィザーに裸でパンのみで挑む。俺がここでウィザーの、うん、時間稼ぎします。はい。その間に、キヨキヨさんには、うん、僕の予備のヘリタラを渡しますので、はい、実家から武器とか防具を取ってきてください。 OK です。いろいろ取ってくる。じゃあ、さあ帰還しました。実家に帰って武器を取ってきてくれ。わかりました。ビザ討伐中に実家に帰ると初めて見たかもしれない。ここで味噌となるのは迷わないこと。やめてくれよ本当に。ということで、キヨキヨ選手、ですね、シュルカーボックスの中に、大量の弓矢とそしてダイヤモンドの剣を、いくつか作りました。そちらに向かいます今から。急いで。どっちだっけ。こっちだな、おそらく。こっち防具ちゃんと持った。防具何も持ってなかったわ。急いで。いただきます。帰ってまいりました、キヨキヨ選手。やっとお待たせいたしました。大量の武器を、持って帰ってきました。よし、こっからだ。俺たちの戦いはここから始まるんだ。よし、今ね、もう動画の撮れ高ないからね。動画の撮れ高2ミリです。2ミリ。いや、もう早々に装備をロストしたっていうのがもう撮れ高だ。はい、もうたくさん持ってきました。マジで死ぬほど溺れる量の弓矢を持ってまいりましたからね。それはそんなに持ってくるか。いや、もうもう一回取りに行くことはやめたいね絶対。さあ帰ってきました。さあ、はい、よし、待たせたな。いやー、待たせたな。よく帰ってきてくれた。エリトラハウス。これじゃエリトラなくと大変なことになる。確かに。さあ、もうじゃあもう倒しに行くわ後で。オッケー。後でじゃねえよ。あとは。誰に消えてる？俺？うん、救急さんに消えてるね。消えてるこれ。それか爆弾？爆弾をずっと飛ばしてるね。うん、やばい。あるつもやんか。装備回収します。ありがとうございます。よし、ありました。プレートシストありました。よし、ちょっとこっから行きますわ。こっからバン。びっくりした。今俺さ、あのさ、あのポータルあるじゃん。ポータルに入った瞬間にマグマのエフェクト出て、なんか読み込みミスみたいな生まれて怖っ。いや、マジでビビったわ。え、俺そんなやらかしするっけって思った。そっか、大原さんからもらおうと思ったけど、でも大原さん今大変な状況なんで。絶賛襲われジュースで一回こっちに戻って。俺一旦帰っていい？はい、すいキョキョさん一旦こっち来て。オッケー、倒しに行きます。じゃあ
モンハラが飛んでる。もう俺剣で戦っちゃうわ。空中剣、空中剣使いそうだ。どこいるんだウィザ。端っこにいるかな。あいつか、ね、うわ、めっちゃ、あ、いいよ、当たってる当たってる、めっちゃ当たってる。3発連続。あー、くそ。うわ、爆弾えぐ。いや、これね、地上だったらこの5倍悲惨だったよ。地上、あー、その村で。そうそうそう。てか、ピラミッドとかでやったらやばかったな。バン、あの、粉々になってたね。大穴返してた。自動回復めっちゃ強くね。そうなんだよ、ウィザー回復量がね、結構早いんだよね。早いよね、当て続けないといけないってこと。まあ、もうさっさとこうガリガリに固めた防具でこう強い指で打ちまくるのが一番楽なんだけど。なるほどね。今回それがロストするっていう事件が起きてた。俺か。あ、さっきそっち行っちゃった。俺走りまくるっていう俺走りまくってもおとりじゃないですかもこれ狙われてる時ってどうせ逃げ回るしかないんですよね。それこそ今俺ら2人いるから、うん、片方がタゲ取られてる間に片方が打ちまくるっていうのが一番望ましい。でもあとちょっとで半分切るよ。確かに、ちょっと俺も戦いたいな。戦いたいとか言って負ける可能性ある。よし、ここで逃げながら一発ここで打って逃げる。でもあとちょっとで半分だ。半分まで切ったら楽になるよ。半分までが大変なんだ。そう、うらざま、おらザマ、やがれザマ。半分切りました。お、半分切ったら今度あいつは飛び道具無効になります。飛び道具無効になるそうそう、今度あいつ地上に降りてくんだよ。ってことはでも回復してくるってことだよね。そうだね、またあいつ、あ、また半分上回ると飛んじゃうから。マジか、うわ、それやだな、それ最悪だ、それ。あ、あ、やばいやばい、アイテムが消える。あ、やばい、今回見てなかった。飛んじまいましたね。あ、アイテムが、あ、エンダーパールがなんか2個落ちてるけどそれ多分エンダーマンの遺物だ。あれ、俺消えた。多分消えた説。全消全消滅。本日2度目の全消滅えぐない。いや、ウィザーはね、そういうのもあって強い部類に入るんだよね、やっぱ。これめちゃくちゃ強いな。もうウィザーとやるときはもう万全の準備が必要になる。お、いいね、とりあえず半分以下にした。半分以下にしたら俺がじゃあもう剣でしばき倒せばいいと。今度こいつね、地上モードに入って。地上モードも強いけどね。そう、あのオーラまとってる状態、はい、これが地上モード。今度はもうすげえ、エンダーマンお前落ちた落ちた、よし。うわ、でも落ちた、落ちるとさ、エンダーマンにターゲットめっちゃ合わせちゃうんだよね。よいしょ、はい、削った、削りました。あ、いた、いけ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 、やれ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 、ぶん殴る、ぶん、いやー、くそ、やばい、やばい、やれやれやれ、エンダーマンお前、エンダーマンお前、エンダーマン強すぎでは。エンダーマンが、エンダーマンの方が強い説ある、まあもはや。一生エンダーマンと喧嘩してるじゃん。いや、そうなのよ、俺はもう裸の王様、剣一丁持ってぶん殴りに行くよ。なんか歌詞みたい、竜だ。粘土ール、粘土ールだな、マジでこいつ。あー、あいつ俺らの土台、うわ、お前始皇帝の養母壊しやがる、ね、こいつハマってね、なんか。あ、あいつハマったな。ハマったハマったハマった、天狗トラップタワー来た、天狗トラップタワー、あべぇくっそ、あー、お前は邪魔しやがって。やばいやばい、あいつ回復した、回復した。で、あと、あー、あいつハメを自分から逃げやがった。あそこが、やべ、うら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 、あと一発、あと一発だ、あと一発、あと一発、あと一発、あ、殺害された、あと一発、俺は、俺がターゲットもらってるから俺は逃げ回るぜ。俺がぶん殴りに行くわ、そしたら勝ち込みに行くわ。頼んだ、さあ、行きます、当てるか、アムロ行きます、はい、うら、あ、うら、ほら、うら、やれやれやれ、卓球、もはや卓球、やれ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 、いや、届かない、痛い、ジャンプ切り、ジャンプ切り、ジャンプ切りだ、届かない、おめえ、キヨキヨ、もうそろ
俺が最後の。お、どうした？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 落としたけど、あれ落とした？あれ？え？根ざしたな。あ、あ、あの、おい、拾った拾った拾った。あ、拾った。拾った。よし。なんか拾った拾った拾った。なんか星型のやつある。星型なんか拾ってた拾ってた拾ってた。帰る帰る帰る。来たく来たく来たく。水だ水水。いたひないたひな。いた水いた水。というわけで、キヨキヨさん。はい。あの、うお曲折ありましたけど。うお、そうですね。あの、無事、討伐完了です。これ、ウィザースターって何すんの？これが、あの、ビーコンの素材になる。あ、マジか。これがないとね、ビーコンができないですよ。倒せたけどめっちゃ時間かかったな。いや疲れた疲れた俺こんなぐだると思ってなかっただって俺一回村帰ったからねそれで言うとだって俺死ぬほどエンダーパールとさ、うん、ウィザーローズ持ってるから。戻りますか？じゃあ帰りますか。よし帰る。入ったー。あーよかった。怖。じゃあちょっとね怖いんでエンダーチェストの中にこのネザースターを。うわ初めて見たこんな。いやもうそのアイテムがあればようやくっすよ先輩。エリトラ貸してください。出た出た。エリトラまたなくしたのやだわマジで。バン。ちなみに名前もつける前になくしたからね。いやそれなエリトラ4のはずなのにさ。エリトラ4すっ飛ばしてエリトラ5まで行ったよ。そうなのよ。じゃあ戻りますか。帰りましょう。じゃあ村集合で。あいよ。さあということで、はい、やってきましたが、これで、あ、あれだ、俺、エンダーチェストの中にね、エンダーチェストある。あ、エンダーチェストあるよ。の中にね、念のためにしまったんだよ。俺、死ぬ可能性あるから、マジで。で、これ作れんのかな、ポン。で、ポン。うわビーコン。これで、ついに。パート100、ネザースター。昔から喋ってたよね、俺らね。いや、ビーコンを作ったらどうですかっていうのをね、ここでようやくついに反応できましたよ。それではビーコンオンオン。うわー来た。うわーできて、ね、ビーコン来ちまったよ。え、これはもう置いたらダメだよね。その辺置いたら、まあ、置いてもまあ回収できるから大丈夫だけど。いやでもちょっとまあ行きましょう行きましょう。意外にうわーてか俺らがビーコンやる前やるまでいろいろあったな。このピラミッドの中もだいぶ張ってもしてきたしね。いやほんとそうだよね。いろいろしてきたな。なんかマイクラいろいろしてきたな。考え深くなるね。もうパート100ですから今きっとバルーン流れてるんでしょでもちょっとしたさ、ちょっとした本当マジの区切りだよね。でここ、うわあのありお願い復活。おおすごい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 。復活のオファーすごい。びっくりした。じゃあちょっとオファーさんちょっと一回ここ埋めてもらっていいですか。じゃあ、いや埋めなくて大丈夫です。あれ埋めなくていいの？ここね、いろいろ改良しなきゃいけないんですよ。あ、そうなの。ちょっとビーコン用にね。え、マジかマジか、それ知らないな俺。この一番上にビーコン置いてください。いいですか？真ん中、真ん中でいいですか？真ん中で。そう、真ん中で。いきます。ポン。これが一応ビーコンというアイテムなんですけど。はい。じゃあキヨキヨさん、はい、この鉄ブロックをこの欠けてるところに置いてください。ここね、ここね。ポン。できました。おー、これこれ見たかったんだ俺。これよ。すごっ。このビームが出てるのは、はい、これ結構遠くからも確認できるっていう、まあ、のろしみたいな機能あんだけど。なるほどね。はいはいはい。ビーコンで右クリックしてみてください。右クリック。はい。お、え、え、え、なにこれ。これがね、ビーコンのすごいやつで。え、なにこれ。これなんかさ、左側にピラミッドあるじゃん。あるあるある。これあの5段階までこんな感じで強化できるようになってるのね。はいはいはい。これを、金属ブロックでこう下の段を全部埋めていけば。なるほどね。ここにある移動速度上昇か採掘速度上昇か、はい、跳躍力か耐性か攻撃力かっていう。うわすごい。手のつけられる。全部は無理なんだ。そう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 。まあ中から選択してっていう。じゃ今はどっちかいけんだ。移動速度か採掘か。はい。これでじゃとりあえず移動速度上昇をクリックしてもらいたい。移動速度上昇をクリックして、で鉄をどうするの？この、そう、下のところに鉄を入れる。入れる。でチェック完了。完了。そうすると今我々今この移動速度上昇ついてます。あ、ほんとか。ほんとは右上にもついてるわっていう。このビーコンの近くにいるとね、はい、あのこういう特殊な効果もらえるのよ。あ、ビーコン近くにいるとなんだ。そう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 。これどんぐらい離れたらダメなんそれって。まあ、50ぐらいだったかな高さは。で一番下につくのが実は良かったりするんだよね。
あ、そういうことか。かっこよ。うわ、かっこよ。ちょ、一回寝ますか。よし。いやー、これでまあビーコン大体完成なんですけど。はいはいはい。これじゃあちょっと、はい。お、これガラス。そう、はい、ガラスこのビーコンの上に置いていただければ。え、置くの？あ、ポチン。あれ、ポチン。そうすると、レーザーの色も変えられるんです。すげえ。こうやってあのブロックでもいいんだけど、板ガラスでもこれ同じことできるから。え、これは、ブロックってことは、普通の通しとか置いたらどうなの？光が途切れる。光が途切れる。ね、すごい。本当だ、こういう感じになっちゃうの。悲しくなっちゃうから。悲しいな。マジか。まあ、最大のビーコン効率で、はい、この採掘速度上昇をつけると、はい、石が土の感覚で掘れるようになるのね。マジ？え、マジ？だからそれだ、なんかチャング掘りとか、なんか整地とかやるとすげえはかどるから。すげえな、あれ変な落ちた。このビーコンはまた取り入ってもいいしね。そういうことか、何個もあっていいのか。じゃあただこの鉄印ごとを無限に使うから、まあ、それだけは。確かに確かに。ということで今日はですね、こちらビーコン作りしていきましたけど、いやよかった、パート100にふさわしい動画になったんじゃないですか。いや、うん、ちょっと節目だ一つと言いつつ、僕はあの何もないですけどね、防具もパート100になって、防具とかエビトラ全部を失う男ということで、で今日もご視聴ありがとうございました。真ん中にはですね、キオクラの、チャンネル登録ボタンありますので、ぜひもね、チャンネル登録して、またね、明日の動画も見ていただければなと思います。そして周りにはね、キオクラの最新回、まあ、パート1から最新回までの動画と、再生リストありますし、あとはカズさんとの、ね、コラボ動画、ワールドでのね、パート1から最新回までの動画の再生リストもございます。ぜひとも見てみてください。そして説明欄には大原の YouTube チャンネルリンクありますんでね、見てない方ですね、見ていただけます。すごい、アルパカさんが。ということで、ご視聴ありがとうございました。